皆さんこんにちは、大村拓也です。本日は炭火坂タッグスポーツエラクレス長崎平成対昭和チームの戦い、果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。これはいいよ、解説いいよ。今年にも使い切ったかもしれない。やめたか。大丈夫、あと1週間しかない。リュウタロウの真似してみようかな。お、おい、お、12。マジで、すげえ、強すぎる。マゾザキ強すぎるね。浮かんでる感じ。今年の運勢は知り上がり、知り上がり。平成、さすが。ちょうどボーリングも穴取れかもしれない。ジュニア狙います。お願いします。だって年間チャンピオンだから。さすがに全部持っていくね。マゾザキ大丈夫大丈夫。面白いレースで、なんかなんか今日イカイケのメンタルがちょっと、メンタルがちょっと怖くなった。昨日何かあった？ちょっと変化した。なんかクリスマスイブに変なことしたの。浮気がバレたとか。そえ、違うってサンタってとか言いながらホワイトクリスマスとか言ってねえからぶっかけだっちゃろ。そうやろ、お前。はい、おう、待って待って前中の自分が狙ったら止まんない。いいブロッカーですよ。なあ、8点。はい、みんな前も見てない。そうだ、回転率パッパ投げてる。うまい、ナイスショー。うまいな。12。すごいかね。いや、うん、頑張れよ。カメラ映ってるよ。すごい。おお、なんかいい感じ飛んだ。オッケー。今なんて？平均が30点です。30点。同じとこを狙ってみて。お、いいね。4点。4点。ナイスやな、たまたま。いい狙いですよ。狙いくらい。なるとでも、大丈夫だ。ミスなしですね、今。今のとこですと、では何でもか。何でもですね。そのあたりも狙ってから投げたら。例えば12番引かれて、上がるっていうのは26だから。いや、でもここで引きたら、ちょっと戻れんくなるから。大丈夫、大丈夫。アンパイアまで。まだやっぱ短期だから、ちょっとこうや。はい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 。お、いいやいいや、いいや、わあ、ありがとうございます。ああ、12点しかないか。あ、もうこの辺りバラします。ああ、どういう、5本か5点。今40、ほなあと10で終わりや。40、いいところに、いいじゃないですか。いいところに寄せよ。さすが樋口さん。え、俺は置いてるところはもう5点。あ、けど30さん飛ばすけど。俺らも手数そうだね。今33、それで10当てたら7で上がる。え、いや、調子もあと10点で上がるか。じゃあちょっと7は託すけどね。
カメラに映らんもんすか。どうぞ。うわーい。ということで試合終了。ヘラクレス長崎平成チーム対昭和チーム、結果は33対50で昭和チームの勝利となりました。ということで動画は終わりますが、どうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。